ULALA, ULALA, うららは東京 MX にて2006年から2012年まで放送されていた東京ローカルの情報バラエティ番組のシリーズ。番組シリーズ共通のテーマコンセプトは女の子のための情報バラエティ。東京で活躍する女性のためのニュース、情報番組。タイトルの由来は漢字の例、うららから。 女性が目指す理想な姿を連想させる、麗しいうららかなをコンセプトとしており、テーマは、女性のための共感型情報番組で、半蔵門メディアセンター内にある東京 MX 第1スタジオから毎日生放送していた。ハイビジョン制作。月曜日、クッキング、火曜日、お笑い、水曜日、音楽、木曜日、最新トレンド、金曜日、映画と、 曜日ごとに異なるテーマを設けていた。なお、番組中に CM が流れていたスポンサーはすべて PT 扱いとなり、番組中の提供クレジットは一貫して表示されなかった東京インフォメーションの東京都はタイトルに表示しているた例外。2006年7月3日に平日正午枠12時13時で放送開始。MC、司会者には スターダストプロモーション所属のモデルで、タレントのシェリーを起用。2009年4月1日から、朝枠へ移行。放送時間も7時8時となり、ULALA7、ウララアット7に開題しリニューアル。2011年9月30日に終了とともに、シェリーが降板。2011年10月3日にはタイトルを u l a l a 7チ、ウララ7パチに開題。 MC には、アミューズ所属のバイリンガルタレント、女優のホラン、千秋と、声優の平上絵を迎えリニューアル。2012年3月30日に終了するまで3番組、5年9ヶ月にわたって続いた。2006年7月1日に、MX の本社が、開局時からあった高区大会のテレコムセンターから、千代田区半蔵門へ移転した。それに伴う形として、 4月3日から正午枠に移動して放送していた東京アフヌーンサプリが終了。麹町移転後最初の新番組として7月3日より12時13時の枠で放送開始。MX が本格的にハイビジョン制作を開始した最初の番組である。なお、MX は同時期に故障を東京 MX テレビから現在の東京 MX に変更した。 なお、当時の企画には、ハワイやネイルアートなどを扱った企画などもあった。最終回では、シェリーが自らハサミを入れ断髪した。2009年3月31日をもって、昼枠での放送は終了し、その5枠は再放送ドラマ枠、MX ドラマジックアートなった。2009年4月1日、これまでの昼枠から朝7時の枠に移動し、タイトルも、 ULALA7 としてリニューアル。番組のコンセプトは見るたびにもっと素敵な私に。シェリーはそのまま MC として残り、新たに学生アナウンサーとしてアシスタントに現役大学生を配し、他局番組との差別化を図った。2009年末より番組内にツイッターを導入。生放送中にコメントを入れることが可能。 番組ホームページから入室可能となったほか、画面右上に視聴者のつぶやきが表示されるようになった。2010年7月1日から2011年7月22日までは、アナログ放送では、レターボックスサイズによる放送となっていた。アナログ放送は2011年7月24日をもって終了した。2010年10月4日から2011年3月11日までは、 地上デジタル放送では、画面左右にデータ放送のオーバーアーレイ表示を行っており、左側に選択ボタン、右側に天気、交通情報等を表示していた。番組開始当初から、毎日7時13分に CM 前のアイキャッチとして、ホテルグランパシフィック LE ダイバの映像を流していた。映像は同じだが、BGM の選曲はその日のニュース等に合わせて、言っていた。 2010年8月2日より映像が新バージョンテキスト入りに変わり最終回まで使用された。ちなみに最終回ではボニー・ジェームスの演奏によるホタルの光が BGM に使用された。2011年4月4日放送よりオープニングアニメ及びコーナータイトルアニメなどがリニューアルされた。また同日の放送で500回を迎えた。 2011年9月30日をもって、シェリーが昼枠時代から換算して5年3ヶ月務めた MC を卒業。9月26日からの1週間は、構成が通常と一部変更となった。2011年10月3日よりタイトルを u l a l a 7チにリニューアル。MC は女優でタレントのホラン 千秋と若手声優の平らへのコンビが務めたメイン MC は実質的にはホランが務めており、平川、サブ的な役割であったほか、ニュースパート担当の女性キャスターが一名ついていた、かつ火曜は佐々木舞、水金曜は深鶴見。これまで、道理最新ニュース、天気、交通、道路交通、鉄道路線、芸能情報、旧芸能う、ら、ら そして、土星情報、東京インフォメーションといったニュース、情報系は、もちろん、一週間ランキング、ドラマ女子、今日のイケメンといった、デリーコーナー、各、曜日ごとに異なるテーマに沿った企画を中心に構成された。当初は二部制を導入しており、第一部をニュース、情報パート、第二部をメインパートとしていたが、2012年1月4日の、 放送より二部制を廃止し、前半を、これまで通りニュース、情報パート、最新ニース、天気、交通、芸能情報、東京インフォメーション、7時20分より、メインパート、デイリーコーナー、日替わり企画、さらに7時50分は、ニュース、天気パートに変更となった。番組オープニングは当初、ホランと平賀のみで進行し、黒板を使って、見どころを紹介していた。 リニューアルに伴い、2012年1月5日からは、ニュース担当キャスターも加わって3人で進行するようなり、見どころ紹介はテロップで表示されるようになった。なお、オープニングエンディングの立ち位置は、開始当初から左位置、ホラン、右位置、平賀の順だったが、2012年1月以降は、左から、平賀、ホラン、キャスターの順となった。7から引き続き、 ツイッターと連動しており、2012年2月6日から画面下部分にツールバージョンでスクロール表示されるようになったメインパートのみ常時表示。またこれも7から引き続き画面右位置にデータ放送による天気予報の時系列表示をオーバーレイで行っていた。また2011年10月3日の初回から12月23日まで、 1> 第一部最後の7時29分に CM 前のアイキャッチとして東京の春の話題を映像で紹介していた BGM にはその映像にあった選曲、主に洋楽中心を敷いた。2012年3月30日をもって終了 ULALA シリーズとしては半年間という短命に終わった。なお、終了の背景には2012年4月からのホランのニュースゼロ。 日本テレビ系キャスター用や東京 MX における報道による東京情報強化の方針、詩も術のチェックタイムへの移行などがあった。これにより ULALA シリーズは終了。昼枠、シェリー時代から5年9ヶ月にわたる歴史に幕を下ろした。7パチ最終週、2012年3月26日から3月30日。 は通常と構成を一部変更しして放送し金曜日の映画関連企画、ムービーランキング、藤井ページは3月28日、水曜日に、水曜日の音楽関連企画一緒に放送された。また、3月29日30日は、ホランと平賀のグアムロケ企画を2日連続で放送した。なお最終回、3月30日では、グアムロケ企画の関係により、 通常7時50分前後のニュース、天気予報を7時28分に前倒しして放送した。番組終了の翌週4月2日より後番組、チェックタイム、MC、ハッタ子が開始、2013年3月29日まで1年間にわたって放送された。その後1年間東京 MX ニュース、キャスター、村上孝治、魚住先江を経て、 2014年4月1日から、現在は、モーニングクロスを放送中である。他。7時代に設けられていた学生アシスタント制度。アナウンススクールで受講する、現役大学生が、学生アナウンサーとして、各曜日1名、初期は月、水、日、木、金曜が、日替わりで出演していた。主にニュース、天気、交通情報、芸能情報、 芸能う、ら、らなどを担当していた。通常のアシスタント業務以外にも、木曜日の、うららごとでリポート等も担当していた。本番組で活躍した学生アナウンサーから、多くのアナウンサーキャスターリポーターを輩出した。基本的な出演期間は、半年間、ただし、第2期、第6期のみ3ヶ月。第5期以降、水曜日と金曜日が男性で、 それ以外はすべて女性というシフトとなった。2011年9月30日の7終了に伴い、第6期学生アナウンサーが全員卒業。これと同時に、学生アナウンサーは廃止となった。なお、番組で学生アナウンサーとして活躍したアナウンサーは、以下の通り、所属先は2018年現在。初期の学生アナウンサーは3名で、ガツ、水、 週2回、日、日、週2回、金、週1回、というシフト制をとっていた。メンバー全員は男性で、全曜日男性もこの期間のみだった。第2期より、学生アナウンサーに、初めて女性が加わるようになり、メンバー全員が、女性に、第1期からの週3シフトもここで最後となる。第3期より5名となり、各曜日1名ずつを担当。第期と、 同様メンバー全員は女性。第1期以来となる男性キャスターが加わった。第5期からは女性3名、男性2名となる。また5人とも出演当時は大学1から2年生だったため、学生アナウンサー史上最も平均で若い婦人であった。最終期となった第6期も女性3名、男性2名でメンバー全員が1990年生まれである。 2011年9月番組終了時点。本番組は、昼枠時代及び、ULALA7 初年度、2009年度まで、祝日は原則放送休止だったが、2010年度より、祝日も通常通り放送されるようになった。ただし特別編成を行う場合と、編成上の都合により放送休止の場合もあった。芸能 ULALA、芸能うらら、 ULALA 7パーチ最終回時点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。